もっと回してもっとぶつけて最強の称号手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かう。世界を滅亡の危機に陥れたネメシスクライシスから7年。あーやべえ、遅刻だ遅刻。頼む、間に合ってくれ。世界は日常を取り戻し、ベイブレードは新たな時代を迎えようとしていた。よし、やったぜ。さあ、画面ヒートアップしてきた町おこしメモリアルベイブレード大会、次の対戦は焦った。なんとか間に合ったぜ。来たー！本大会まで破竹の96連勝！未だ無敗の絶対王者、黒金ゼロ選手だ！ゼロ！今日こそお前の連勝を止めてやるからな！覚悟しろ！俺とこの侍グレード、止められるもんなら止めてみな！それでは行くぞ！これで97連勝、98、99。さあ次はいよいよ決勝戦だ。よし、これで決まりだ。ギフレードシューティングスタークラッシュ。もうここに俺の相手はいない。え、俺はこの100連勝を区切りに武者修行に出る。もっともっと自分を鍛えて世界一のブレーダーになるんだ。それがあの人との約束だからな。強くなれ、そしていつか俺を超えるブレーダーになるんだ。今日もいい天気だ。絶好のベイブレード日和だぞ。さあ、君もお気に入りのベイを手に町へ飛び出せ。早く行こうぜ。今日こそ負けないぞ。急げ。待ってよ。胸ワクワクのベイバトルがみんなを待ってるぞ。まずは一安心といったところね、本部長さん。窓か。まあ無理もないわ。ネメシスのせいで世界は崩壊寸前。しばらくはベイバトルどころじゃなかったものね。そうだな。でもまだまだこれからよ。早く以前のように世界大会を開けるようにならないと。ああ、そうでなければ世界各地で新たなブレーダーの育成に努めている仲間たちに申し訳が立たない。
頑張ってね、大鳥翼本部長。ああ。さてさて、私もベイの明日を担う若きブレーダーたちの活躍を見に行こっかな。ついに来たぜ。ここがあの伝説のレジェンドブレーダーたちがしのぎを削ったベイブレードの聖地。ここから俺の修行は始まるんだ。すごい熱気だな。俺のいたマジとは気合が違うぜ。お、悪い悪い。サンキュー。あ、なあ、この町で一番強いブレーダー知ってるか？一番強いブレーダー、やっぱり飛龍院忍かな。飛龍院忍で、そいつにはどこに行けば会えるんだ？どこって、ベイパークに行けばいるんじゃね。強いやつらはみんなベイパークで練習してっから。ベイパーク？なんだこのスタジアム。いただきいただき、今日も大量っす。みんな頑張ってマルのデータ収集に協力するっす。すげえ。え、こんなすごいスタジアム初めて見たぜ。初めて？次俺にバトらせてくれよな。なんだお前、みんな待ってんだ、順番守れよ。固いこと言うなよ。俺はベイの修行のためにはるばるこの町へ来たんだ。お前らいつもこんなすげえスタジアムでバトってんだろ。だったら俺に譲ってくれたっていいじゃん。はあ、ベイの修行？だいたいゼロ G スタジアム知らないなんてどこの田舎者だよ。何？いいぜ、田舎者にレベルの違いを教えてやるよ。そっか、悪いな。だったらせっかくだ、お前ら全員まとめて相手してやるぜ。何？てめえ、俺たちに喧嘩売ろうってのか？面白え、後悔すんなよ。そう来なくっちゃない。うほほ、なんだか面白そうなことになってきたっすよ。おお、すげえ、ゼロ G スタジアムか。やっぱボンバー違うぜ。おい、あ、今から落ち着いたってもう遅いぜ。誰が最高にワクワクするぜ。さあ行くぜ。ベイのボトムがスタジアムを蹴る力を利用してスタジアム全体が回るようになってるのか。今だ、行け。瞬殺してやる。ほらほら、どうした？甘いぜ、イフレード。こいつ、ベイの聖地での初勝利だ。派手に決めてやる。おお、このスタジアム、どうやってスタジアムアウトさせんだ？素人がこうするんだよ。そっか、その穴から落とせばいいのか。サンキュー。いっけ。なに、3機まとめて。バカな、まだまだ。ありえねえ。ラスト。うわ。
強烈なアタック初めて見たっす。よし、これで一気に107連勝。けど、なんか物足りねえな。あ、そうだ、この中に飛龍院忍とかっていうやついないか。この町で一番強いって聞いたんだけど。飛龍院忍だと？あの無敵のサラマンダか。おいおい、いくらなんでもそいつは無茶だろ。ああ、こいつがちょっとくらい強いったってな。え、なんだよ。俺に言おうか。まさか飛龍院忍。どこの誰かは知らないが、このベイパークで勝手な真似をする奴は許さない。お前が飛龍院忍か。少しはやりそうじゃんか。俺は黒金ゼロ、この俺と勝負しろ。いいだろう、俺の忍びサラマンダでこのスタジアムから叩き出せ。やっ、楽しい日も辛い日もある。笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある。乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。これが俺の世界最強ブレーダーへの第一歩だ。次回ゼロGバトルにご出演。